3本連続です。観客からもどよめきです。これセンターですね、はい、ですからワイドワイドセンター、ここでアドバンテージサイドでセンターを打つと4つの方向全部打つことになりますよ ね、 そうですね。フェデラーはまだ1本もリターンできません。リターンが浮きました、ムーディーダブゲームで自分のサービスゲーム、最初のサービスゲームをキープしました。1-1です。サービスだけではなくてこの後のネットへの詰め方ですね、はい、ボレーも非常にうまいんですよね。はい、そうですね、丁寧ですね。去年のウィンブルドンのダブルスのチャンピオンです。第3ゲームです。第1セット15アウト。フェデラーは逆に今度はお返しでスライスサービスでエースです。2本目のエースです。判断が早いですね、はい、ここで回り込んでそしてスイングボレーですね。去年のこの大会でもそうでしたが、ムーディーはほとんどこう自分の気持ちを乱すことはありません。冷静に試合を進めます。出ました第3ゲーム、今度はフェデラーがラブゲームでキープしました。今のボレーいかがでしょうか。いやー素晴らしいですね。ダブルスが非常にあのムーディーうまいですよね、はい、成績もいいですよね。ダブルスの時によく打たざるを得ないバックのローボレー、そして角度つけるバランスもいいですしね、膝もしっかり曲がってます。決してフェデラーのリターンが悪いリターンではありませんでした。足元に沈めてきましたが、このうまいボレーを決めました。いいリターンです。リターンエースでようやくムーディーのサービスから、うん、これもいいリターンです。前ですね、決して大振りしてないんですね、はい、しっかりラケットフェイスを作って前に押し出してますね。叩いてきました。フォーティーラブからワン。ムーディとしてはその対フェデラーを考えますと、今のように、はい、強引にですねリターンダッシュ、はい、ネットに詰めるという作戦も必要ですよね。なかなかストロークの打ち合いだとフェデラーからポイントを取るのは難しくなります。フェデラーのこのミスというのはどう見ますか。非常にムーディーのボールが、まあ、スライスにしてもしっかり伸びてきてますし、はい、浅くなってませんしね、いい形で今ムーディーがプレーしてますね。それほどフェデラーのサービスというのはスピードこそ思い切るってはきませんけれども、非常にいいコースに決まってきます。はい、
出ます。ワンデュースです。左です。深いボールだ。もう最後はラインの上でした。これも足元です。抜いた。いや見事なパスですね。下がりながらに見えたんですよ、はい、このリターンはいいところに行きました、はい、そしてボレーも深かったです。これ深かったですよね、もう下がりながらですよね、はい、ですけど本当にパワーがこう衰えないと言いますかね、下がりながらでも十分そのスピードボールが打てる、手首の柔らかさ、本当に関節が柔らかいですからボールにねパワーが伝わってます。見事なパッシングショットが出ました。3回目のブレイクチャンスです。第1セット第6ゲーム、先にブレイクはフェデラーです。自分のサービスゲームですぐに破られました。が後から出てくるようなイメージに多分ムーディー見えると思うんですね、はい、ですからそのラケットフェイスが出た時にはもうコースが決まってますので、はい、本当に動けない、コースが読めないショットなんですね。ほとんど今ムーディー動けませんでしたね。出ます。リターン出し、抜いた。狭いところを抜いていきましたフェデラー。いやいいリターン出しだと思いましたけれども、ボールも低く入りましたし、ですけどもこの後の膝の曲がり具合、バランスほとんど狂ってませないんですよね、はい、これも前に出ます。追いつく、わずかにアウトです。今のはスピードはねありますのでね、これも足元難しい。一つしのぎましたムーディー。フェデラーが取りました。 6-2 セット、フェデラーのサービスから始まります。抜いていきます。フェデラー出ました。多彩な攻めを見せるフェデラー。シーズン45勝2敗届いた。去年はサフィンにハードコートで1回負けただけですので、はい、もうあのフェデラーのハードコートで負けてるとイメージがなかなかこう湧いてこないんですよね。確かにそうですね。どういうふうにこう攻めていけばポイントが取れるんだろうというのがなかなかこうイメージができない、はい、本当にあの素晴らしい選手ですね。オールラウンダーですね。
芝生の大会でも48連勝中、これは史上最も長い記録です。芝生とそしてこのハードコートに非常に強さを見せるフェデラに出ませんでした、まあ、出なかったというよりも出られなかったというかですね、はい、これが引っかかったですよね。入ってるとするとその踏み込んで出たいわけですから、フェデラーにブレイクチャンス3回です。まだ第2セットに入ってムーディーはポイントが取れません。もう本人も思わずガッツポーズしてましたけど、しっかり狙ってましたし、この上から下へのラケットフェイスの使い方もう見事ですね。どうしようもないですね。第2ゲームにサービスをブレイクしましたフェデラー、第3ゲームです。出ていくポイントさえ握れないムーディーです。出ますフェデラー、抜けない、壁のように立ちはだかりますフェデラーです。いやー、その決めずボレーの前の反応ですよね、はい、そしてチャンスを広げてこうして角度つけて、素晴らしいコンビネーションです。逆です、ラブサーティーからすぐにひっくり返してフォーティーサーティー、ブレークポイントを与えないフェデラーです。初戦はブレークポイント2つ与えました、トロイツキ戦。第2セット3ゲーム連取のフェデラー、ここで出ていきます。これはいいボレーです。このあたりはさすがダブルスの名手、はい、これもスライスが非常に入って沈んでくるんですね、はい、そこラケットを少し立てて角度をつけました。去年のウィンブルドンのダブルスのチャンピオンです。これも足元向こう側です。これもややボディ気味です。切れていきます。あのスライスで切れていくボールの反応も落ち着いてますね。本当にあの手首だけに見えるんですよね、はい、この後のショットですね。これが外に逃げていくわけですが、はい、本当に手首だけですね、ですけどバラ、見事な反応です。それは反応が早いですね、はい、もう瞬時にラケットフェイスがブレてないですからね。第2セット第5ゲーム終わって 4-1。
本当にリターンがぶれません。フェデラーは US オープンの後ツアーに出場するのはこの大会が初めて。その間に国別対抗戦デビスカップのスイス代表として9月の22日に試合を行いました。それ以来の試合ということになります。厳しいリターンだ。角度がついてますね、はい。ポイント勝利に向かって非常に大きなポイント。ここ落とさないんですね、ここから巻き込んできます。出ます。この形を作りたいんですけどね。そうですね。第2セットの第6ゲーム、フェデラーブレイク 5-1 2ブレイクアップです。いや、このサービスがいいビッグサーバーと言われるムーディーがですね、はい、自分のサービスゲームが7回あって、はい、4回ブレイクされてるんですよ。そうですね。で、自分がその完璧にサービスキープができたのはその本当1ゲームだけなんですね、はい。あっという間に来ました。あと2ポイント。マッチポイントです。まだ51分です。進出。危なげなくこの日本での2試合目勝ち上がりました。相手にブレイクポイントさえ許しませんでした。第1セット 6-2 第2セット 6-1 完勝です。解説は福井剛さんです。福井さん、はい、もうエンジンが初戦と比べると全く違ってかかってきましたね。そうですね、まあ、相手が昨年の優勝者ムーディ、はい、非常にサービスがいいということで、まあ、当然初めから警戒はしたと思うんですね、はい。ただ本当に驚くのは、まあ、ムーディのサービス1ゲーム目はラブゲームでキープされて、はい、でその2回目のサービスゲームラフ40ラブまで行きましたよね、はい。その7本で、はい、まあ、この結果から見ると7本だけでも全部そのムーディのサービスが分かったというような、あ、それからはもうことごとくリターンが返ってるわけですよね。そうですね。その辺のその反応の良さといいますか、はい、その相手の、まあ、プレーの見極めといいますか、はい、あの素晴らしい、さすが世界一ナンバーワンというところですね。去年のチャンピオンムーディーが引き上げます。フェデラーの前に結局ブレイクポイントさえ逃げれませんでした。これからフェデラーが観客席に向かってプレゼントボールです。このボールにはサインがしてありまして、このセンターコートのいろんな方向のお客さんにフェデラーがこうやってプレゼントをします。初めての来日ですが、フェデラー自身もこの日本非常にこう気に入っているようですね。はい、そうですね。
非常にお客さんの反応も良くていい環境の中で試合ができるという話をフェデラーしていました。さあフェデラー準々決勝、次は日本の鈴木孝夫とバスケ、はい、この勝者と対戦することになります、はい。まあ、鈴木との対戦を見てみたいと思うんです。見てみたいですけどね、ただ本当にこのフェデラーのプレー、はい、丁寧に丁寧にプレーをするんですね、はい。そしてその本当に自分のリズムになった時にはもうミスが期待できない、はい、本当にまあ、安定したそして強さもある。最強のオールラウンドプレーヤーですね、はい。初戦は5割に満たないという話を福井さんされてましたが、はい、この2試合目ご覧になってどうですか。やはり少しこう気持ちも上げてきたこともあるでしょうし、はい、サーフェスにも慣れてきたというのもあると思うんですね、はい。ですから今日に関しては本当に完璧に近いプレーだったんじゃないでしょうかね、はい。初めての日本への来日、そのフェデラーが第2試合、フェデラー自身の第2試合 6-2、6-1 と完勝で勝って準々決勝進出を決めた試合でした。解説福井剛さんでした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。